地震などの災害に備えるため、警視庁が機動隊などを集めて東京江戸川の河川敷で大規模な災害対策訓練を行いました。訓練は警視庁の機動隊などおよそ600人に加えて東京消防庁や海上保安庁も参加し、さまざまな災害を想定して行われました。このうち崩れたトンネルから生き埋めになった人を助け出す訓練では、土砂を取り除いて閉じ込められた人を救出した後、警察犬が他にも残されている人がいないか確認しました。また水上バスが事故を起こしたという想定の訓練では、ヘリコプターや警備艇、それに水上バイクなどを使い川に落ちた人を救助していました。